長を務めております、井上俊光と申します。今日は最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。それでは、演舞演奏の開始にあたりまして、当団顧問の、森谷和幸よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。どうも、応援団顧問やってます森谷と言います。本日は前夜祭にようこそ。でこれからあと鏡割りの後ですね、いよいよステージの右側の、教員甘酒においてですね、皆さんに甘酒を提供したいと思います。で甘酒はノンアルコールなので、未成年の方も遠慮なく、教員甘酒の方に来てください。で無料で提供いたしますのでよろしくお願いします。また模擬店の中にはですね、今年も一部酒類を提供しているところがありますが、未成年の方はお酒は飲まないように、また、お酒を飲む方もですね、限度をわきまえて一気飲みとか酩酊にはならないように気をつけてください。それではですね、温かい甘酒を飲みながらですね、これからこのステージで繰り広げられます、応援団の演舞演奏、心ゆくまで楽しんでください。また、前夜祭今日一日天気もなんとか持ちそうですので、皆さん大いに楽しみましょう。以上です。続きまして当団団長の松井周平よりご挨拶申し上げます。皆様本日は寒い中、お忙しい中、この第58回11月祭前夜祭にお越しくださり誠にありがとうございます。第61代兄弟校応援団団長を務めます松井周平と申します。さて私事ではございますが、今月私は他大学の学園祭にたくさん赴きまして、そこで他大学応援団応援部の演舞演奏を見てまいりました。どれもこれも印象的で素晴らしいステージでした。そんな中で一つ私が思ったことがございまして、私が作りたいと思うのはこのようなものとは少し違う。私たちが目指すのはこんなに綺麗で整ったものではない。もっとむちゃくちゃでうるさくてやかましくて頭がおかしい、それでも本当に充実した楽しい時間を第61代兄弟応援団が提供してまいります。皆様本日は第58回11月祭前夜祭、最後までお楽しみください。全員でバカになりましょう。それでは鏡割りに移りたいと思います。それでは、皆さんも掛け声と一緒に大きな声でよいしょとよろしくお願いします。さあ参ります。せーの、よいしょ。ありがとうございます。以上で演舞演奏の当たりましての挨拶を終わらせていただきます。それでは皆さん、ごゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。